はい、皆さんこんにちは、阿部の生命です。またショルダーバッグっていうかな、ワークマン、なんか今はリュックみたいなのが全盛っていうか流行ってるみたいな気がするけど、なんかショルダーの方がいいかなって気がしちゃうんだけど、ずっとショルダーだったからね。ここですね、ワークマンプラス。よっ、 K って言って、ここ K。 ちょっとワークマンにはショルダー、まあありません、ありませんっていうか、あるんだけど、まあピンとくるものがないっていうか、価格的にはね1900円とかで安いんですよ。やっぱり7000円とかするやつじゃないとダメなのかな。まあダンロップっていう会社があるんですけど、困ったね。弁天さん踊ってますかね。どうだろう、弁天さん。フィットネス、フィットネスだって。昔ね、100円ショップだったんですよ。
その100円ショップにはね、まあ、白黒のコピーの機械があって、まあ、1枚5円でできたんですよ。5円コピー。踊ってるかね。どうだろう。シャッターが閉まってる。強いんですよ。スギ花粉が1平方センチメートル3000個だって。3000個。郵便局ね。郵便局。ポストに入れてこよう。ここね。
犬獅子舞っていつあるんですかね。野良犬獅子舞。今ね、清野町っていう名前がついてるけど、まあ、昔はね、野良犬村。左向いちゃうね、これ。出口がなかった。あった。
はい、それじゃあね、イオン高崎です。まあ、今日もね、ショルダーバッグを見つけに行ったんですけど、この、まあ、吊り下げる紐と本体のつなぎ目が、まあ、金属でできてるやつがないんですよね。みんなプラスチックだからね。やっぱりね、プラスチックはね、経年劣化でね、欠けちゃうんですよ。道の駅吉岡温泉の相馬ヶ原の駐屯地の購買部、あれも欠けたからね。